本日は山内貴則投手、南海、そしてダイエーホークスで活躍されたピッチャーでございます。キレのいいストレート、そしてシュートやスライダーを織り交ぜる本格派のピッチャーで、武器と言っていいんですかね、コントロールがよく、ゾーンのね、もう四隅にね、ギリギリで勝負する、そういったコーナーワーク、そしてですね、もう強気のね、内角攻めのね、ピッチャーだったわけですね。こちらの映像はプロ入り4年目、14年のね、映像なんですが、この頃からね、蓄え出した口ひげというのがトレードマークでもあったピッチャーでございます。そしてこちら太田選手からね、見事三振でございます。山内投手は熊本出身で、鎮西高校3年夏熊本大会はね、勝ち抜くわけなんですが、当時はね、1県1校という形ではなかったわけで、中九州大会へ進むわけなんですが、最近角上高校に敗れまして、甲子園にね、出場することはできなかったわけですね。高校卒業後は電電九州へ入社、6年目の80年に都市対抗にエースとしてね、出場されております。私は遡ること、その1年前のこちら1979年ドラフト1位の面々でございます。岡田選手にね、6球団、木田投手にも3球団というね、こちらのドラフト会議。そのドラフト会議、こちら南海ホークスのね、指名選手なんですけれども、山内貴則投手は3位指名ね、されているわけでございます。当時はですね、山内投手ね、2位で指名というお話だったわけなんですが、2位で指名されたのはこちらのドカベンこと南小高校香川信行捕手がね、指名されたわけで、ちょっとね、このね、指名に関しましては山内投手はね、話が違うということもあったわけなんですよね。まあね、ちょっとその辺のいきさつはその後どうなったのかわからないんですが、会社にね、残留してね、先ほどね、申しましたように80年都市対抗にもの出場されているわけで、当時のね、ドラフトのね、交渉権っていうね、長かったわけでね、翌年ね、都市対抗にね、出てから、その後の秋にプロ入りというお話なんかもね、よくあったわけで、山内貴則投手ね、こちらのね、野村克也星がつけておりましたね、背番号19番をね、要求するわけなんですよね。南海オークスもね、この背番号19をなんと山内貴則投手に与える入団が決定。こちらその年のね、ドラフト1、山内和弘投手が背番号18、そして以前からいました山内慎一投手とね、合わせまして山内トリオを結成。背番号もね、18、19、20とね、3人ね、並ぶ形となったのね、球団のね、売り出しといった感じだったわけでございます。山内投手ね、1年目から先発ローテーション入りいたしまして、25試合に登板、7勝13敗、3.48 のね、成績を残されるわけで、2年目はね、完投直前で交代させられるなどね、悔しい涙を流すこともあったわけですが、30試合に登板、13勝12敗、3.04 とね、2年目で初の2桁勝利。そしてですね、新人の年からね、2年連続ですね、無四球試合がね、5試合とね、これはね、パーリーグね、トップということでね、コントロールの良さというのは伺えますよね。そしてこちらが3年目、83年の映像ですがね、ひげがない山内貴則投手のね、なんかね、ういういしい感じがいたしますよね。この年もですね、31試合に登板、10勝14敗、4.09 とね、2年連続2桁勝利をマークするわけなんですが、14敗というのはですね、パ・リーグ最多敗に、ね、なるわけなんですよね。当時のね、南海ホークスのね、チーム事情というものを物語っている成績と言えるのではないですかね。こちらはね、オールスター戦でね、セ・リーグの強打者相手に投げている様子なんですけれどもね、やはりね、セ・リーグに対してね、パ・リーグ、特にね、南海ホークスなんかはね、不人気球団だったわけで、今みたいにね、テレビ中継、テレビというかね、ネットとかのね、中継なんかもない時代だったわけでね、山内貴則投手の、存在をね、見せつけるのにはね、やはりね、オールスター戦ぐらいしかなかったわけですよね。そしてね、こちらは4年目、84年のピッチングの様子なわけですが、この年はね、なんとね、開幕からね、すごく調子がいいわけで、こちらね、西武山崎裕之選手をね、セカンドゴロに打ち取りましてね、これ無傷のね、5連勝をマーク。最終的に31試合に登板しまして、16勝11敗、4.88 のね、成績を残されているわけなんですよね。そしてですね、20勝ね、目指すということで、ここから口ひげをね、伸ばし始めたわけなんですよね。今の牽制っていうのもね、なかなかね、いいプレーですよね。結局20勝することができなかったわけなんですがね、ずっとね、それからね、後もね、伸ばし続けてね、山内貴則投手のね、トレードマークともなったわけですよね。そしてね、この年の16勝はもちろんキャリアハイの成績。そしてですね、こちら落合博満選手はね、見事三振切りのシーンですね。5年目、85年も32試合で10勝12敗、4.76、
そして同9年目の86年は33試合で11勝18敗、 4.47 とね、この18敗というのはねパ・リーグ最多敗なんですけどね、なかなかね今じゃ18敗もねするピッチャーっていないんじゃないですかね。87年も30試合で10勝14敗、 4.19、 8年目88年も26試合で11勝11敗、 4.20 とね、まあなんていうんですかね、7年連続2桁勝利をマークするわけなんですがね、そのうちなんとね6回がね防御率4点台というわけですからね、まあね通算でもね3回のリーグ最多敗をね、まあ、誇るといったらちょっと言い方おかしいですけど、まあいくら負けてもねどんなに打たれてもねチームのためにね投げ続けて、まあね当時のね南海ホークスのね、まあ、主力ピッチャーだったわけなんですよね。その8年目の88年、南海から大英ね譲渡が決まった年にですね、まあ、こちら巨人中田清選手とトレード話が持ち上がるわけですが、まあね、出すならねパ・リーグに出してくれというふうなねちょっとはったりを緩和しね、まあ、このトレードはねなくなったわけで、新生福岡大英ホークスということで1年目をね迎えるわけなんですね。このね開幕投手をね任されたのが山内孝則投手だったわけなんですがね、日本ハム相手にね完投するもね最後はサヨナラホームランを打たれて負けたわけで、そして本拠地福岡平和台球場でね開幕もね杉浦監督は山内孝則投手にね託したわけでございます。こちらがそのピッチングの様子ですが、なんかね口ひげがねもう貫禄ね満点といった感じでね、西武相手にね堂々強気のピッチングをねしていますよね。開幕戦でね打たれたわけでね、もうこのね九州での第一戦はね自分じゃないと思っていたらしいんですけどもね、九州の第一戦はね九州出身のお前しかいないとね杉浦監督がねもう抜擢され、これにね発砲するわけなんですよね。まあ対戦相手はね黄金時代の西武じゃないですか、工藤公康投手との、ね、投げ合いを制して、ね、1失点完投勝利してね、チーム九州での初勝利をね間をたらしたわけでございます。しかしながら成績は21試合で3勝13敗 6.71 とね、まあ、悪い成績なわけで、7年連続2桁勝利はストップ。そしてですね新人の年から9年連続ね2桁敗戦というね記録も作ったわけなんですよね。翌10年目90年もこれ、ね、もうリリーフがねメインになるわけなんですが、39試合で7勝7敗5セーブ、 6.11 のね成績を残されるわけですが、91年は0勝、92年ね2勝を挙げ通算100勝をマークしてねついに引退されるわけでございます。山内投手通算成績は319試合で100勝125敗5セーブ、 4.43 のね成績を残されております。本日はホークス低迷期を支え続けて口ひげがトレードマークの山内孝則投手をお送りいたしました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では